はい、お世話になります。モビルスーツアンサンブル第 15.5 弾のガチャが設置されましたので回していきました。1回500円ですね。コンマ5弾ということで15弾の別カラーバージョンになっています。はい、それではまず1回目ですね。ピンクのカプセルでデュナメスが出ました。はい、それでは付属のミニブックを見ながら今回のラインナップ確認していきます。ラインナップは1ガンダムエクシアトランザムカラー、2ガンダムデュナメストランザムカラー、3リゼルゼネラルレビル配備カラー、4リゼル拡張セットゼネラルレビル配備カラー、5 MS 武器セットとなっています。こちら2020年10月に発売された15弾の別カラーバージョンになっています。コンマ5弾は基本的には過去弾のそれを造形は変更せず、色を変えたりマーキングを追加する形で販売されています。今回はモビルスーツが3枠、武器セットが1枠、そして残りの1枠はリゼル用の拡張セットが、支援メカ枠のような位置づけになっているのかなと思います。はい、ということで久しぶりのガシャポンですね。まあ動画だとだいたい3ヶ月ぶりぐらいですかね。スリルやカタルシスといったものとは無縁でしたが、まあガシャポンで無駄遣いしなかった分、お菓子とかアイスとか菓子パンとか不必要なものを気兼ねなく買うことができたので、比較的平和で穏やかな3ヶ月を過ごさせてもらいました。どうもありがとうございました。はい、ということでガンダムデュナメスは機動戦士ガンダム00に登場するモビルスーツですね。第2世代機サダルスードの技術が踏襲されている遠距離専用モビルスーツ。シールドで守りを固めつつ各種任務に適した様々な銃器を使い分ける。精密射撃時は頭部アンテナがツインアイを覆うように加工し、額の高精度ガンカメラが露出する。その際パイロットはコピット天井に設置された精密射撃用スコープを用いて射撃操作を行う。コクピットには独立支援 AI ハロが搭載され、狙撃モード時の回避や防御行動を代行する。狙撃に特化した機体ではあるが中近距離戦に劣っているわけではない。はい、武装として GN ビームピストルが2個、 GN シールドが1個付属します。各モビルスーツには共通のスタンドが付属します。第15弾との比較はご覧の通りとなります。はい、それでは続いて2回目です。青のカプセルで武器セットが出ました。武器セットの詳細は後ほど確認します。はい、引き続き3回目です。青のカプセルで武器セットが出ました。早速武器セットダブりました。はい、それでは4回目ですね。緑のカプセルでリゼル拡張セットが出ました。はい、ということでリゼル拡張セットですが、リゼルを C 型コマンダータイプへ換装するためのパーツ類ですね。単体でサブフライトシステムのような形状をしたバックパックユニットとメガビームランチャーがセット内容です。15弾の時に付属していたグリーンのセンサー類については設定に準じていないということで今回は付属していません。第15弾との比較はご覧の通りとなります。パーツ分解のためのスティックは武器のランナーに含まれるため使用しませんが付属しています。はい、それでは続いて5回目です。緑のカプセルでリゼル拡張セットが出ました。ダブりました。はい、まあ武器セットからの拡張セットこれぞガシャポンですね。そ
それでは6回目となります。黄色のカプセルでやっとリゼル本体が出ました。はい、ということでリゼルは機動戦士ガンダムユニコーンに登場するモビルスーツですね。リガ Z と同じ RGZ 系列に連なる機体、シャアの反乱後少数が量産配備されている。機体名はリファインゼータガンダムエスコートリーダーの頭文字の略称 REZEL より。スラスター推力に余裕があり、エスコートリーダーの名が示すようにバックパックにジェガンを牽引できるグリップが設けられており、サブフライトシステムとしても運用できる。ゼータ系列の機体でありながらジムやジェガンの系譜にも属する本格的な量産機で、ゴーグル式カメラアイを採用している。はい、武装としてビームライフルとビームキャノン内蔵のシールドが付属しています。第15弾との比較はご覧の通りとなります。はい、そしてリゼル拡張セットを使って C 型へ換装するとご覧の通りとなります。エースパイロット向けに性能を再調整した特別使用機 C 型括弧コマンダータイプがあり、主に部隊の隊長機として運用される。機体各部のスラスター推力のリミッター上限は解除され、それに伴い発生する負荷に対応するためムーバブルフレームの補強が行われている。ドゴスギア級戦艦ゼネラルレビルに配備された機体は前期 C 型となっている。さあでは続いて7回目です。緑のカプセルでリゼル拡張セットが出ました。3個目となります。はい、それでは8回目ですね。白のカプセルでエクシアが出ました。これでコンプとなりました。はい、ということでガンダムエクシアは機動戦士ガンダム00に登場するモビルスーツですね。エクシアは汎用機である第二世代機アストレアをベースに格闘戦に特化した機体として開発された。アストレアは人間とほぼ同等の可動域を実現した機体構造となっており、その設計がエクシアにも適していたためベースとして選ばれた。広い可動領域実現のため第三世代ガンダムの中で最も複雑な構造を持つ基本フレームが使用され、人間に近い運動性を発揮する。機体各部には5種7本の剣セブンソードを装備しており、開発時のコード名もこれにちなんでガンダムセブンソードと呼ばれる。はい、武装として GN ビームサーベル2本が付属します。15弾との比較はご覧の通りです。はい、武器セットの内容はご覧の通りですね。エクシアの GN ソード、 GN シールド、 GN ロングブレイド、ショートブレイド、そしてデュナメスのGN スナイパーライフル、GN フルシールド、そして平手、各種ジョイントパーツが付属しています。はい、エクシアの GN ソード、GN シールド、GN ロングブレイド、GN ショートブレイド、以上装備するとご覧の通りとなります。GN ソードは展開が可能となっています。はい、そしてデュナメスの GN スナイパーライフル、 GN フルシールドを装備するとご覧の通りです。大小のシールドはもちろん着脱可能で、さらにシールドの展開方向も変更可能です。はい、ということで久しぶりのモビルスーツアンサンブルでダブった内容が、まあ、武器セットと拡張セットだったので、まあ、あまり印象は良くないですが、15弾の時は私11回回しておりまして、その時はエクシア2、デュナメス2、リゼル1、拡張セット3、
武器セットに、という結果で、まあやっぱりリゼルは出にくいんですかね。はい。あと、まあ私になんとか拡張させようという拡張させようという強い意志のようなものを、まあ、感じずにはいられませんでしたけどね。はい。ということで、まあ今回の8回でコンプはまあ悪くはない数字だったのかなとは思います。はい。それでは以上です。どうもありがとうございました。失礼いたします。